おはようございます。3時58分まあ寝れた方だと思います。いや湿度がすごいな。本当かな。気温16度、湿度 99% 除湿器動かそうと思ったんですけど、除湿器の AC アダプターのなんか熱さがすごくて発火したら困るんで夜止めてみました。ちょっと困りました。この湿度車走り出せないんじゃないかな。外は曇りっぽいですね。もう少しで日の出です。ちょっと待機です。はい、早朝の青い池に来ました。時刻は4時45分です。昨日の夜は観光客がすごくて、外国人ですね、外国語を喋ってる方が非常に多くて、こんなのんびり通ることはできませんでした。団子さんに、すでに青い池は団子さんに占領されているので、勝手に来たら怒られるかもしれません。青い滝の端です。ここから川地流れてるみたいです。朝早いですが、駐車場にはもう結構車が来ています。さて、これからどうしようかな。ちょっと時間早いんですよね。もちろん全部お店は閉まってます。当然ですね。朝6時です。ハンバーガー食いてお腹空いた。なんか間違ってるような気がしてる。このようなのかな。待ってんのかな。人がいるから多分大丈夫なんだろうな。ラベンダー満開です。天気がな、残念。ビールだ、ビール、ビール。大麦やったビール。ビール。
安定のセブンイレブンのアイスコーヒーで目覚まします。さてと、どうしようかね。大体も見るところ見たような気するんで、札幌に借りながら途中途中でなんかよ楽しそうなとこあったら寄っていくっていう感じで行きますか。どうやって帰るかな。富良野のラベンダーを見て、この後どうしようかなと思って考えていたんですけど、なんか急に海が見たくなったのでずっと山の中じゃないですか。海見てえなと思って、これから海見に行きます。北海道のこういう山の中走っていてつくづく思うんですけど、まあどこ行っても景色一緒ですよね。それがいいんでしょうね。ただ映像にした時に全部変わり映えしないと。クイズとか出したらどうなんでしょうね。例えばこの風景をパッと出して、はいここ今どこでしょうと、正解できるかなまず無理でしょうね。まあそれがいいんだよな。だけど圧倒的自然ですよね。滝川を過ぎて浜松方面に向かってるんですが、ナビの数字がこのまま48キロ直進ですみたいな。すげえよ、北海道ビッグだよ。48キロっすよ。すごいわ。途中なんかあんのかな。まあちょっと楽しみですね。浜松に着きました。あ、海が見えました。右手に海です。はい、ロード熱田に着きました。すげえ混んでる。北海道が逆さまになってる。現在地、すごい反対側に小樽も見えるんだって。見えんのかな。見えてるか。すごい混んでる。絶対来たことないな。マグネット買ってかないと。いや、道の駅熱田混んでましたね。さすが。めっちゃ混んでました。アイロード熱田初めて来ました。噂通りでした。しばらくに決まりです。はい、これでだいたい今回の車中泊1回目、青い池と富良野ラベンダー終了いたします。
まあ、あとは家に帰るだけなんで、午前中11時ぐらいには家に着けるんじゃないかなと思います。まあ反省点もいろいろあるし、改良点もいろいろあるんで、随時改良してってだんだんいい感じに寝れるようにしていきたいと思います。今回かかったガソリン代、高速道路代、その他食事も今回はちょっとケチって、グルメとか食べなかったんで安く収めてみました。どのぐらいかかったか表示していますのでご覧ください。それでは玄関開けるまでが遠足です。安全運転で帰りたいと思います。以上、バンザブローでした。それではしたっけね。今回の総走行距離は 360.6 キロです。リッター 20.8 ですね。360キロでした。